こんにちは、こんばんは、おはようございますですかね。RC さん、インラインスケートのおすすめありがとうございます。ぜひ機会を見つけてチャレンジしてみたいと思います。それから、あ、まあこれだ、本当ありがとうございます。いつか本当チャレンジしてみたいです。HY さん、天才ですかとクエスチョンマークがついてましたけど、天才ですね。絶対天才です。全ての人がやっぱ天才ですね。僕ら小学校、中学校、高校、大学、まあ社会に出てもこういつもこう比較によってね、人間の価値まで決められてしまってるような気がします。そういうふうに自分の方は認識してます。まあ自分はすみません、自分ごとで恐縮なんですけど、立派な人でも何でもなくて、普通の単なる悩みの多い、まあ青年じゃなくて中年かなんですけど、そうですね、いろいろ聞いたり YouTube 見たり、いろんなことをこういろんなことを悩んだり苦しんだり考えたり学んだり人の話を聞いたりしてる中で、やっぱり比較することで自分自身の価値っていうのがこうないがしろにされてるっていうか、見えなくされてるって思うんですね。で、小学校とかでね、通知表をもらって1とか2とか3とかね、1よりは2がいいし、2よりは3がいいしっていう形で、まあ自分なんかいつもマラソンをしてるような通信簿だったんで、1212っていう形で、まあ自分ごとでちょっと恐縮なんですけど、小学校の5年生の時にまあ父兄呼び出しとかされたりとか、学校から手紙を持たされたりとか、掃除はしないで逃げて帰るとか、喧嘩はするとか意地悪はするとか、そういう形でこう、この学校ではお前より悪いやつはいないとかって言われてたことがありまして、なんで俺だけいつも怒られるんだろうとか、いろいろ考えました。考えましたっていうか、そうせざるを得なかったっていうか、だから成績がいいとか、そういう頭がいいとかっていう、一般的に世で言われてる風な形じゃないっていうか、なかったです。今でも問題児っていうかなんですけど、いろんなことをこう考えてみると、やっぱりね、同じ比べていくと、絶対上には上があるわけですよね。上には上がある。まあね、1よりは2が一緒、2よりは3がいいみたいな通知表、試験なんかでも10点よりも20点がいいとか、でそれだけじゃなくて、また学校もね、この学校よりもあの学校がいいとか、まあ大学なんかでもこの大学よりあの大学がいい、まあ日本で一番って言われてる東大なんかでも、全世界ではね、昔はちょっと3位とか4位とかっていうふうなことも聞いたことがありますけど、今じゃもう23位とか24位とか5位とか、そういうふうな形で断固的に下がっていって、まあ地位とか名誉なんかでもやっぱりあれですよね、総理大臣とか大統領なんかでもね、いろいろあると思いますけど、やっぱりその地位とか名誉とかを得たからって幸せか頭がいいのかって言ったら、そういうふうな形で比べたらそうかもしれないんですけど、でも全ての人っていうのは、その
人のこと、例えばサブジェクトを変えて、サブジェクト、まあ、科目っていうか、その何々に関することに関して、例えば自分自身に関して、世界で一番自分のことを知ってるのは誰かったら、それぞれ全ての人がそうですよね。ねえ、まあそういうふうに考えると、全ての人がやっぱり天才だと思いますね。で、比べなかったら、ねえ、いろいろどんな優れてる人でもね、やっぱりその優れてるって言われてる人なんかでも、やっぱり苦手なものありますし、全ての人がね、その生まれて年を取って死んでいくね、そういう経路っていうのは、これはもう誰も逃れることができないっていうふうに認識してますけど、でそれをね、ちょっとそのね、東大行ったとかなんとかっていうのが天才とかっていうふうな形で世の人たちは定義しますけど、決してそうではないと思いますね。全ての人一人一人がやっぱり天才だっていうふうに、私は思います。ただ比較をする、もうね、小さい時からこの社会の成り立ち自体がこう比較でなってるために、僕らはもう潜在意識の底までもそういうふうな形で漬物みたいになっちゃっていると思うんですけど、それぞれが天才ですし、すでにもう本当に天才だと思いますね。世界一だし、主人公だし、もう奇跡の存在ですよね。それぞれが生きてるだけで超素晴らしいっていう、まあ中にはちょっとこのことに触れるのちょっと難しいんですけど、言葉がいつも足りなくて、皆さんにご迷惑をおかけするんですけど、手がない、足がないニックさんっていう方がいらっしゃるんですけど、皆さんも YouTube なんかでご存知だと思うんですけど、あの人の話を聞いてみると、もうなんか超かっこいいっすよね。まあ、お母さんもずっとね、ニックさんに「あなたあちこち欠けてるんだけど、いいところもあるんだよ」っていうふうにおっしゃって、それをこうね、気づいたら、ああ目が綺麗なんだっていうふうに彼自身思ったらしくて、もう彼の話を聞いてる人たち、ほんと涙を流して、ほんとただ生きてるだけで素晴らしいことなんだっていうふうな形で、彼の YouTube なんか見てると、ほんと感激感動します。で、比べることでそういう素晴らしいものっていうのがやっぱり見えなくなってるっていうか、この比較っていうのは物事に関してはすごい分かりやすいんですけど、見えなくなってるような気がしますね。例えば感謝なんかでも、感謝の反対、ありがとうの反対は何かあったら、感謝しないっていうことじゃなくて、そこに当たり前っていう言葉のベールがかけられていて、ありがたさっていうのが見えなくなってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。井村一清さんっていう医者が、当たり前っていう詩を確か書いてまして、ね、呼吸ができるのを喜びなさいって言っても、誰も喜ばない、当たり前じゃんみたいな、自分の手で取りたいものを取れるのを喜びなさいって言っても誰も喜ばない、当たり前じゃんって、それを失った人はしかそのありがたさがわからないっていう、なんかちょっと寂しいですけど、ただいつもね、すいません、言葉が足りなくてうまく表現できないんですけど、全ての人、本当に全ての人はすでにもう本当天才だし、すでに世界一だし、すでに主人公だと思いますね。で、その価値たるものや全世界のね、お金を合わせたもの、
土地とか財産とか地位とか名誉とかを合わせたよりも、その人一人一人がやっぱり価値があるっていうふうに、私の方はこう自分でいつも言い聞かせて言いますけども、でもでもっていうか、やっぱりね、あの天才だし、すでに天才だし、世界一だし、主人公なんですけど、ただ完璧ではないんですよね、完全ではないんで、やっぱり思うようにいかないことの方が多いんですけど、でそういう時にやっぱりね、当たり前とか人と比較したりするともうケチャンケチャンになっちゃうんですけど、まあね、全ての人は天才だし世界一だし主人公だ、全ての人っていうことは、あ、自分もその全ての人の中に含まれてるんだとかっていうふうに考えた時に、まあまたチャレンジしてみようっていう形になる、なるっていうか、なるべくそういうふうな形になりたいなとかっていつも願っているところです。ですから H1 さん天才ですし、世界一だし、主人公ですし、奇跡の存在だと思います。そういうふうに私は認識しております。ということで、今日はそのコメントをいただき、またあの本当いつもありがとうございます、見ていただいて。ということで、いつも申し訳ないです、うまく表現できなくて、ということで、さすがです、ありがとうございます、失礼します。